内海地区の主の川海岸、船越運河内海村は、愛媛県の南予地方にあった村である。2004年の合併により、自治体としての内海村は消滅した。愛媛県の南部、上海に突き出した由良半島の南側から、未承町との境にある室出海岸までの地域。宇和島市から約25キロメートル。由良半島の懐に抱かれた湾曲の多い地形をしている。 傾斜地がほとんどであり、平地はわずかである。山は面積としては多いものの、強い季節風を受けるなど、植生の環境に恵まれず、また水産業が盛んであり、木材生産地としての森林には、関心が伝統的に希薄であり、ほとんど手付け数となっている。南予地方の多くの地で、集落は役場のある柏に比較的大きい集落がある。他の集落は、 裏ごとにあるが、総じて小規模。役場のある、柏集落においても、商店街等は形成していないが、飲食店や宿泊施設等は、国道56号沿道にある。村は、内海湾を取り囲む形をしているため、中世にはすでに、この地域一帯は、内海と呼ばれていた。中世以前、近世、明治以降内海村の系譜。町村製志工事。 柏し内海村、平成16年10月1日、南内海村新設合併、内海村、伊合併愛南町、未生町、ぐすくべ町、一本松町、西海町、あ昭和23年11月3日、中浦、猿、なる、高畑、積水、傍城なる川、平山の内大島が、南内海村として分立、同日、 平山の内大島を除く地域及び深泥が、未生町へ、境界変更。い、マイナス昭和31年9月30日南、内海村と未生町とかが合体。未生町他の合併以前の系譜は、それぞれの町村の記事を参照のこと。祭り村内に高等学校はない。愛媛県立南宇和高等学校か、宇和島市内の学校へ進学することが多い。 国道56号を走るバスがあり、バス通学が十分可能。水産業が盛んであり、全就業者の7割が水産業に関係している。かつては、イワシ漁が中心であったが、真珠母外の養殖技術が導入され、海域の条件が適合していたこともあったことから、主力産業に躍り出て、大いに繁栄した。一時は、 四国でも有数の裕福な漁村であると言われた時期もあった。村自体でも海洋資源開発センターを設け、こうした活動を支援してきた。しかしながら、新珠貝の大量兵士が発生、基幹産業に大きな打撃を受けて、養殖業者の疲弊のみならず、村の経済も基盤が揺らいだ。四国一裕福から四国一貧しい漁村に逆戻りしてしまったと。 自虐的な言葉も聞かれるほどであった。今日では、ようやく歯止めがかかり、環境浄化など、産地再生に向けての事業者、組合、行政が一体となった取り組みも実ってきた。その他、取る漁業としては、イワシ、タチウオ、モイカ、ウツボなど。養殖では、新珠母街のほかヒオギ貝の養殖に取り組む業者が増えてきた。また、貝殻などを生かした。 アート作品作りと特産品としての開発も地道に行われ、村の交流施設、ゆらり内海等で販売されている。農業では、高地はわずかであるが、みかん類、オランダ遠藤の栽培のほか、自撮りの養育も行われている。町内に鉄道はない。最寄り駅 JR 四国予算線上島駅、国道国道56号村内を従官する、唯一の幹線。 上海の絶景を望む海岸線に沿って走り、快適なドライブルート。県道愛媛県道292号アジロトりゴえ線。由良半島は細長い半島であるが、途中の船越運河までは、半島の南と北とそれぞれ狭い区間がありながらも、道路がある。運河で一本になり、半島の北に行ったり南に行ったりしながら、綱台という末端集落へと通じている。 ありがとうございます。